鉄パイプ製ジャングルジム木製ジャングルジム回転ジャングルジムジャングルジムとは金属パイプの骨組みやロープなどでできた子供が登ったりぶら下がったり座ったりして遊ぶための遊具1920年にシカゴの弁護士セバスティアン・ヒントンによって発明されたジャングルジムは元は商標名であった日本語では枠登りとも言う 大きな金属製の立方体を組み合わせた形のジャングルジムが一般的。構成の枠組みに固体を固定したジャングルジムなど特殊なものもある。硬い金属に頭をぶつけたり、手足を引っ掛けて捻座などをする子供が多かったため、ロープで同様の機能を持たせたものや、はしごや手すりなどを外側に設けた木の台を持つものも普及している。特殊な形状のものには休憩、 円筒形動物、乗り物の形など、様々な形の骨組みに作られたものもある。休憩で、可動型のものは特に、回転ジャングルジムあるいは、グローブジャングルジムと呼ばれる。主に歩行を始めたばかりの乳児から幼児を、対象として、室内で用いるためのプラスチックや、段ボールで作られた小型のジャングルジムも市販されている。これらは組み立てに便利な構造となっており、 小さく折りたためるものもある。ありがとうございます。